どうも、東海釣り三昧です。今日はね、湾内のサーフに来てます。サーフって言っても結構石が結構ゴロゴロしてるようなところなんですけど、今日はここでねキスを狙いたいと思います。キスを狙うんですが、今回はねいつも4メートルぐらいのね投げ専用の竿に、細い P ラインを巻いて100グラム前後のね重りをこう遠投して、まあ100メートルから150メートル前後のちょっとねお気に入るキスを狙うんですが、今回はこちらメバリングロッド。ラインはねフロロのね2ポンドかな、 2.5 ポンドか、フロロの 2.5 ポンドが巻いてあります。一応月下美人のセットメバリングロッドですね。にちっちゃな天秤、これ自作なんですけど、バレットシンカーの 7.1g、 これ一応ね竿がね 8g か 9g、 あーこれキャストウェイト 5g だった、まあいっか 7g、 ちょっと重たいけど。それでね自分でこの L 型の天秤を作って、これ釣り具屋さんにねこういうステンレスの棒だけ売ってるんで、それでこういう L 型の天秤を作って、下にバレットシンカーをぶら下げて、でこの先端にね自動ハリス止めっていう仕掛けをね引っ掛けるだけで止まるっていうねハリス止めっていうのがついてるんで、それにキス用のね50本セットとかで売ってるやつを2本ぐらい切って、これ普通に釣り具屋さんに行けばね、まあ、こんなようなやつが売ってます。50本仕掛け、ちょっと高いけど、これを2本だけ切り取って、でねここに餌を、餌はねイシゴ貝です。ちょっとちっちゃいキスしか釣れないかもしれませんが、針先から5回を刺して、んで針からね5ミリぐらいちょろんと垂らして、こんな1センチかそこらの餌で十分キスは食べてくるので、こんな感じでちょろんと1センチぐらいつけて、それではやってみましょう。いると思うんだけどな、目の前にああいうね堤防とかがあるからね、堤防とかまで行けば割と深いので、ああいうところから投げてもいいんですが、とりあえずこういうねサーフから、このライトタックルで狙うっていうちょっとお手軽な楽しい釣りを今日はしてみようかなと思いまして、結構ね海藻がびっちり入っちゃってるんでね、よいしょ、結構飛んだぞ。海藻の向こう側にいないかなと思うんだけど、お、ちっちゃいね。おお、すごいすごいすごい。あ、キスじゃない。ヒイラギだ。全メー。これもね、お刺身でも煮付けでも美味しい魚です。持って帰ろうかな。このゼンメっていう魚はね非常にヌルヌルするので、であとねこの背びれと腹びれがねこのツキーンって、これが結構ね鋭いので気をつけながら、これピンって立ってる時はこれ危ないんで気をつけて、で縦に持つとねヌルヌルが手に移りませんね、あんまり。いいね、たまにはこういうのもね、子供でもできるしね、こんな軽い竿でひょいって投げて目の前で釣れればね、とりあえずまだキス釣れてないけどでもキスいると思うんだ、多分いて、針だけ気をつけて、多分いると思うんだよね。ああいう堤防でもいいんだけどね、堤防はちょっと危ないんでね、ライフジャケットは一応車に積んであるんだけど、
よいしょ。7グラムでも結構飛ぶ。ちょっと引きずって待つ。ちょっと引きずって待つ。うん。お当たったぞ。ちょっとね、穂先が柔らかいから合わせを入れてあげた方がいいかもね。普通の投げ釣りだとそのまま勝手に引っかかってくれるんだけど、お、キスじゃないかこれは。よし、本命のキスです。超ちっちゃいけど背中に引っかかっちゃった。キスです。めちゃくちゃちっちゃい。今日はね、ちょっとピンギス狙いでね、京都で投げ釣りの動画を出されてるエースさんって方がね、こういうピンギスのね、お刺身、背越しっていうお刺身をね、こういうピンギスで作ってて、ちょっとそれをやってみたくて。子供と来てもね、子供と来てあんなちっちゃいのでも釣れたら嬉しいよね。餌が残ってるんで、そのままもう一回やりましょうか。よいしょ。結構飛ぶね。もうちょっと30メートルくらい飛んでんのかな、あれ。これ5グラムまでしか使えない竿だから、一応本当はまあ投げれないことないけど、もうちょっと強い竿でいいかもね。おめっちゃ面白いんだけどこれ投げ竿でやってるキス釣りとはまた全然違う楽しみがある。これはわーい、ハゼも釣れたわ。ちょっとこのちっちゃいハゼはさすがに返そっか。手をね、ちょっと濡らして冷たくしてあげてから外してあげるとね、魚が弱りにくいですよね。よいしょ、おかえり。キスはね、持ち帰ります。このピンギスです、背越し用で。キスがね、こうやって針を飲み込んじゃった時は、このエラのところをね、ギュッと押さえてあげるとね、口が開くので、あとはちょっと強引にグッと引っ張って、でこの頭が出たらね、クリッと回してあげると針は取れます。お面白いぞこれはすげえ引く。お、さっきよりサイズがでかい。これはちょっと背越しにするにはきついかな。ちょっといいサイズだね。10センチ超えちゃったかなぐらい。いやー、非常に面白い。なんかちっちゃいハゼかな、また。違うわ。海藻が引っかかってたんだ。ほら、釣れました。あれ。釣れました。かわいいけどすごいね。マイトを釣れる。ああいうね、生きた、こういう生きたね、イシゴカイとかっていうね、こういう生き餌がね、嫌だよっていうね、女性の方とかはね、こういうパワーアイソメっていうのがあるんで、まあこれもなんか見た目は似たようなもんなんだけど、人工的に作ったイシゴカイのそっくりなものみたいなやつがね、釣り具屋さんに行くと売ってるので、これでもね、釣れると思います。その生きてる、まあこれすらも嫌だよって言われちゃうとちょっと難しいんだけど、つけ方は基本的には一緒なんですけど、ちょっとね、長めっていうか、さっきは頭から刺したんだけど、ちょっとね、中間から刺してあげて、んでこう若干遊びが出るような感じでね、頭から刺すんじゃなくて、ちょっと真ん中に刺してあげた方が若干食いがいいかもしれません。まあ何でもいいんだけど、ついてりゃ。普通にね、頭から刺してまっすぐ
通の餌みたいにつけてあげても食ってくるとは思いますが、こうやってねまっすぐつけてあげてもいいですけど、まあ、つけ方はいろいろ試してみて、あ、なんかこれが食ってきそうみたいな感じで、後ろに一応説明書が書いてありますけど、つけ方みたいに、こんなんでもね食ってくると思います。中の液が車の中とかでこぼれると臭いので、こうやってダブルで保存した方がいいかな。一応これはね M の茶磯目ってやつ、これでも食ってくると思うけどね、やってみましょうか。よいしょ、キエサと違ってね、ちょっと合わせを入れてあげた方がいいかもしれない。でも食ってきたね。これ餌じゃないわと思うとね、吐き出そうとするんで、その前にかけてやった方が。ほら釣れた。こんなね疑似餌でも釣れます。お手軽でしょこれね、かなり楽しいよめちゃくちゃ楽しい。それではね、30分か40分か、まあ1時間弱ぐらいね楽しんで、結構釣れたんじゃないかな、8匹ぐらい釣れたと思いますが、それじゃあね帰ってね、さっき釣ったキスをさばいて、で乾杯したいと思います。はい、帰宅しました。本日の釣果はこちら。まあこちらね、今日はちょっと食べるものがもう用意してあるので、こちら下処理だけして明日いただこうかなと思います。でね、今からその下処理をね紹介しようかなと思います。まずねこちら、鱗を取っていきます。鱗を取るんですけど、これペットボトルのキャップ、まあだいぶ年季が入ってるんだけど、ペットボトルのキャップをね2つ背中同士で瞬間接着剤でくっつけてあります。別にね1個でもいいんだけど、1個だけだとねこの辺の背びれとかが近いからね、こうやってやってる時にねブスってこの辺結構刺さるんで、この背びれ、こういうねヒレのね、ヒレのこう立った時にねこういうとこに刺さったりして、爪にブスって刺さると結構痛いんで、僕は2つにしてます。でね、鱗を取っていきます。まず水をちょっと出しながら、これ一回洗った方がいいな、ちょっとさっき入ってたから、これ軽く洗って、で水を流しながらね、とりあえず鱗を取っていきます。僕はですけどね、これ僕プロじゃないんで正解は知りませんが、僕はとりあえずこうしてます。キスの鱗は簡単に取れるんで、ちょっとこう撫でてやればねいいです。こんな感じで全部鱗を取っちゃいます。全目ね、全目はこれヌルヌルしてるだけで鱗はないので、このちょっとねこうやって水でジャバジャバってやってあげるだけでもね、ぬめりは取れますけど、1匹だけなんで、なんか歯ブラシとかでねちょっとピッチャ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 っとこすってあげればぬめりは取れるし、このぬめりは別に食べても大丈夫なぬめりなので、ちょっとさばきにくいだけだから、そんなにしっかりね取れてなくても大丈夫です。たくさん数が釣れたら塩とかね、この前お酢でやったらお酢でも結構取れたんだけど、ぬめりがね、ぬめりを取りたい場合はお酢か塩かでね、ちょっとここ刺さると危ないんで、菜箸かなんかでねガガガって塩で揉んであげるとね簡単に取れます。でもねこれ1匹だけだったらね、もうこれでほとんどぬめりは取れました。ぬめりを残す調理法もあるみたいなので、僕はやったことありませんがね、全目とかヒイラギとかでね調べるとレシピがいっぱい出てきます。今回はねお刺身にします。それではね、こちらの鱗の取り終わったキスとヒイラギ、こちらをね保存するためにね
頭と内臓を取っていきます。で、包丁はねペティナイフでいいと思います。まあ出刃包丁、ちっちゃいね、小出刃、ちっちゃいね、小魚用の小出刃があればいいんですけど、まあ、とりあえず今回はペティナイフでいきますか。まず頭を落とします。頭、ここのね、ここの胸びれ、これ胸びれだよな、エラの後ろのヒレのところで、頭のねこの辺まではね身があるので、で下のここにね腹びれがあります。だからこの腹びれと背びれの後ろと頭の上を斜めにねこう落とします。サクッと頭を落としてお腹を割る。とりあえずね全部この状態にしてしまいましょう。この後ろからサクッと切って、これまな板ちょっと逆だな、頭を斜めに落としてお腹を割る。ここにね、わかるかな、肛門があるんで、頭を斜めにストンと落として肛門までをね切る。肛門に刺して肛門から前に引いてもいいんだけど、あまり内臓傷つけない方がね綺麗だよね。で、こちら前目、前目はねさっきのお腹まで切らずに、ここのさっきのね胸びれの後ろから頭の上までをこっカツンと切ってやる。で、その後こうやってベロベロってやって引っ張ってあげるとね、ベロンとなります。で、卵が出てきたんだけど、この卵もね煮付けとかにすれば食べれるんだけど、今回はお刺身するのでこれで終わりです。まあやるんだったらここのお腹の中に膜があるのでね、ここにちょっと傷を入れといてあげましょう。シャシャッと。よし、ではね洗っていきます。歯ブラシはねあった方がいいと思います。で、この頭の残骸はこれね生ゴミなんですけど、冷凍庫で袋に入れて凍らしちゃえば匂いが出ないです。ゴミの日がね結構遠い場合は。で、こちら前面、お腹をねこう歯ブラシでちょっとちゃちゃちゃっと綺麗にしてあげる。はい、これでねお腹の中まで綺麗になりました。この状態にキスもしてあげます。キスも同様、お腹をね掃除して、でお腹の中綺麗にしてあげて、翌日だったらもうこれいっぺんに明日やっちゃってもいいんだけど、まあこれやっといた方がね、もしお腹とかがね、お腹とかの痛みがね身に移ったりする心配がないので、先にやっといた方がね翌日楽だし安心だしいいんじゃないのかなと思います。こんな感じでお腹も綺麗になりました。全部頭が取れて鱗が取れてお腹の中も綺麗になった状態。この状態でしっかりと水分をキッチンペーパーなどで拭き取っていきます。丁寧にお腹の中まで全部拭いて、でキッチンペーパーのねこれ2枚重ねになってるけど適当に置いていきます。とりあえず並べ終わりました。そしたらこれをキッチンペーパーでこう、もう適当でいいんですけど、もう一枚置こうか。結構ね水分が出てくるので、まあ、キッチンペーパーで挟んで、でくる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 っと、もう適当でいいんですけど、僕は適当にやっちゃいますけど、こう棒状にねくるくるっと巻いちゃって、んでポリ袋かサランラップでもいいんですけど、ポリ袋に僕はね入れて、でこれでストローなどで空気を抜きます。でこれをね、生魚が入った袋の空気をストローで口で抜くのが抵抗があったら、サランラップをねぎゅうぎゅう巻きに結構きつめにね空気が入らないように巻いとけばいいですけど、サランラップ結構使いますね。これをねストロー入れて、こんな感じでね真空にしとくと酸化しないので魚がね臭くなったりしにくいです。
魚の脂っていうのは非常に酸化しやすいので、できるだけ酸素に触れさせないようにしっかり空気を抜いて、でねじった状態で、この舌をねねじった状態で、ここをセロテープでね止めとくと、より空気が入りづらいです。ここをねこんなセロテープで適当に止めとくと、これだけでね空気が随分入りにくくなるので、あとはね冷蔵室、まあ温度的に言ったら1度、チルドはコール機種もあると思うので、その辺はねご家庭の冷蔵庫次第なんですけど、まあ基本的に冷蔵室だったら大体1度から2度、高くても3度ぐらいだと思うので、野菜室は7度とか8度になってると思うので、野菜室よりも冷蔵室の方がいいと思います。この状態でね冷蔵室で明日まで保存します。3日ぐらいだったらねこの状態で大丈夫です。お刺身で食べれますね、3日ぐらいなら。それじゃあねこの状態で明日のお楽しみに取っとこうかなと思います。それではねこちら丸1日経ちました。まだね空気が抜けた状態で、割とピチッとした状態をね保ってます。んで開封していきます。はい、結構ね水分が出てますね。それではこちらをさばいていくんですけど、これはね背越しというやつにしたいと思うので、大きめのボウルとちっちゃめのザルの中にこうとりあえず入れておきます。これはで残りどうしよっか、一番大きいやつは天ぷら、もう一個こっからもう一匹だけ天ぷら、あこれちょっと形が崩れてるからこっちを天ぷらにしよっか。でお刺身にもしよう、お刺身、これもお刺身。じゃあねまず天ぷら用をさばいていきます。背中側から、背中側のねこの上側、背びれがここにあるんですけど、背びれの上側にね包丁を入れていきます。で背骨に沿って刃先をねお腹から出さないように、つる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 っと、でパタで、ひっくり返してもう一回背骨の上から、背骨のね上をスライドさせるように、で尻尾のとこまで来たらストンと落とす。これでね天ぷら用のね背開きの完成です。こちらお腹はね、これね、チンすると骨せんべいにできるので、お腹のね、この血だけ、水道で流しながらね、じゃじゃじゃと洗います。歯ブラシで。こんな感じ。まあ多少は大丈夫だけどね、これは骨せんべいにしよっか。で、これもザルに入れておきます。で、これはお刺身にしたいと思うので、もう普通にさっきのね、さっきは背中からね、まあどっちからでもいいんだけど、さっきはね刃先が出ないようにしましたが、今度はこれ大名おろしって言って、まあ一番簡単なおろし方ですよね。もう背骨に沿わして切るだけで、この時にちょっとヒレとかが残っちゃうと、これね皮引くの失敗するので取っておきます。ヒレが残らないように。で反対側も同じようにね、同じように大見下ろし、腹骨のところをね斜めにすいて、で皮を引くんですが、まあちょっとこれ逆向きがいいな。まな板から持ち手がね出せるようにちょっと横に置いた方が引きやすいと思うんですが、で尻尾の先端をつまんで包丁を皮に沿ってスライドさせてあげればできるんですけど、失敗した。まあ皮引くのが難しかったら皮引かずに炙りにしちゃってもいいし、湯引きにしてもいいし、てかなんならそのままでもいいんですけど、
はい、これでね、お刺身の完成。お刺身もこのボウルの中にとりあえず一旦入れときます。うん、今度はちゃんといけたわ。このぐらいのサイズだったらね、一口でそのまま食べれますね。血合い骨って言って、このね、お腹の真ん中のところに、ね、この体の真ん中のところに骨がね、こう縦に刺さってるんだけど、このサイズだったら気になりません。で、あんまり大きいサイズになったらね、3枚ぐらいに削いであげれば、そんなに気にならないと思うし、そのまま丸ごと食べたかったらピンセットでね、骨抜き用の、こういうピンセットで、血合い骨のところだけ抜いてあげればいいと思います。それではね、最後に全目です。全目、ヒイラギ。こちらは普通に、こちらも大名おろしでもいいんだけど、ちょっと幅が、体高があるので、この、縁に沿ってね、ガイドを入れてあげて、で、骨に沿って切ってやる。で、反対側も、この縁に沿ってガイドを入れてやって、骨に沿って切ってやる。まあ大きい魚と同じです。はい、反対側も、まあ大名おろしでもいいんですけどね。大名おろしってキスと同じ、もう骨に身が残る贅沢な切り方だから大名おろしっていうらしいですけど、この方法ならね、骨に沿わして切るので、骨に身が残りにくいです。こんな感じでおろせました。こちらもね、今回は骨せんべいにしよっかな。ちょっとこの周りのこの硬い部分はちょっと硬いかもしれないから、キッチンバサミでさ、これを骨せんべいにしたことはないんですが、ちょっと硬そうなところはね、キッチンバサミ、これ100均のカニ切りバサミです別に切れるんで。骨切るとね、どうしても歯が悪くなるから、あんまり高いやつは使わない方がいいと思うけどね。ちょっと硬そうな骨の部分だけ取っちゃって、ほら、こうやって柔らかそうなとこだけ残して、こちらも骨せんべいにしましょうか。一緒にボウルの中に入れておきます。で、こちらもうキスと一緒です。とりあえず、あ、ちょっと違うわ。腹骨をすいて、反対も腹骨をすいて、で、皮引きはね、この鱗のないキラキラした魚、こういうね、アジとかサバとかイワシもそうだけど、こういうのは皮引き非常に簡単で、包丁の背中を使って頭の先端をちょっとね、爪でつまんで、で、ちょっと包丁にね、直角に押し当てて、ズルズルズルっと、ちょっと包丁軽く前後させながら、ズルズルズルっとやってやるとね、ペローンと、綺麗に皮がめくれます。アジとかサバもこの方法でいけますね。イワシも、イワシは手でやった方がいいかな、ちょっと身が柔らかいから。よいしょ、はい、こんな感じでお刺身になりました。もうこのまま一口サイズでね、食べれます。これも血合い骨、ね、まあ、気になったことないけどね。こんな大きくなるみたいなんで、この全目、ヒイラギも。大きいやつはわかんないけど。よし。こんな感じでね、全部ザルの中に入りました。そしたら、ここに適当にね、氷を入れて、その上にザルを乗せます。コップに水を入れて、で、塩。結構多め、まあ適当です。粉も入ってるいいかな。
測りたいんだったら 3% ぐらいらしいですが、まあ、僕はいつも測りません。で混ぜる。まあちょっと舐めてみてしょっぱと思うぐらいでいいと思います。でこれをねかけて、ちゃんと真夏だとね部屋が暑かったりするんで、で水道のね水もちょっとぬるいんでちゃんと冷やして、でこの中にね入れときます。30秒から1分ぐらい、それも適当です。忘れちゃっててもいいけどね、ちょっと忘れちゃうとしょっぱくなっちゃうんで。で1分ぐらいしてくると表面がね、刺身なんかはよく分かりますが、表面がねぬるぬるしてくるので、ぬるぬるしてきたらこれでね臭みが抜けます。で中身の氷とかねさっきのやつを捨てて、でこのまんまね水道水でジャジャジャと洗います。はい、完了、洗えました。これね水で洗うと、刺身を水で洗うと浸透圧でどうのこうのとかいろいろあるけど、臭い方が絶対嫌なんで、でこの処理するだけでね嫌な臭みとかね、内臓傷つけちゃったのがついてとかっていう臭みがほとんど全部取れるんで、僕はこれやった方がいいと思います。で長時間真水につけなければちゃちゃっと洗ったぐらいじゃねそこまで水っぽくならないんで大丈夫だと思います。ここにね先ほどの洗ったやつをすべて並べて、これめんどくさいけどさ、この手間でね臭みが抜けるんだよね。で臭い魚食べてさ、うわなんかこの魚すごい臭いで、キスとかがすごい臭い魚とかになっちゃうと嫌なので、たまにねちょっと育った場所によっては臭いやつもいたりするみたいだけど、よし水気を拭き取る。まあ、ひっくり返して、キッチンペーパーは結構使っちゃうけど、布巾とかはね使い回しすると衛生的にあんまり良くないと思うのでね。まさかの途中でカメラの SD の容量がなくなりました。 SD のねデータだけ抜いてきたんでちょっと保存してましたが、ちょっと続きを気を取り直して、骨せんべい用の骨なんですが、クッキングシートに、あこれまな板、そのデータ抜き出してる間に洗ってあります。もう一回骨をね並べます。くっつかないように、これだけだっけ、1、2、天ぷら刺身さん、こんだけだね、ちょびっとしかありませんが、ここに塩、これ食卓塩だけど中身は普通のなんかの、なんだっけな、なんかの焼き塩が入ってます。塩をね適当に、まあ、塩水につけてもいいんだけど、ちょっと濃いめの 10% ぐらいの塩水にね、 10% から 12% ぐらいの塩水に、どうだろう、10分かそこらつけるだけでもね味はつきますが、まあ塩振ればいいでしょう。塩が振れました。そしたらあとはね電子レンジでひたすらチンするだけです。それでは電子レンジを回してる間に、こちら、ああちゃんと確認はした方がいいけどね、水分が全くなくなると下手すると止まらなくなるので、こちらのねピンギスを背ごしというやつにしてみましょうか。僕も初めてですが、背びれはね取った方がいいんじゃないかな、せめて背びれだけハサミでね切っておきましょう。こんな感じで全部切りました。背びれ、腹びれもあるけど腹びれも取った方がいいかな。まあそんなに気にならないと思うけど、まあ一応切っとこうか、上下。よし、切り終わりました。これ今ね一回チンしただけですが、ちょっとねチンが足らないのでもうちょっとね温めます。こっからはね見ながらやった方がいいと思います。骨せんべいはねパリパリになって完成したんですがね、この骨せんべいの時に、ね、カメラを止めたのをすっかり忘れてそのまま先に進んでしまったので、お刺身がもう完成しちゃいました。まあね、この2つ、前目とキスはただ上に並べただけで、でこちらのねキスの背ごしってやつなんですけど、これはさっきねあの背びれと腹びれをハサミで切ったやつを
ただただぶつ切りにしただけ、上から骨ごと。だからあのキスの切り、あのキスじゃない、鮭のさ、こういうお腹がクリンってなってる、こういう形の鮭の切り身みたいなやつがよく売ってると思うんですけど、あの感じでね、もうただただキスをこうキスを輪切りにしただけです。まあこれをね、作り方を紹介してあるやつがね、下にあのエースさんって方のねチャンネルがあるので、そちらのねリンクを下に貼らせていただこうかなと思います。それではね、あとこちら、まあこれはもうあとラップして冷蔵庫で保存しといて、でこちらを天ぷらにして乾杯したいと思います。天ぷらはね、まあ、あと天ぷら粉つけて揚げるだけなので割愛させていただきますね。はい、完成しました。キスの天ぷらと骨せんべいに、キスのお刺身と全面のお刺身とキスの背ごしです。完成。それではね、先に乾杯をさせていただこうかなと思います。今日は別に何もしてないけどね、釣り行ったの昨日だし。あ、ちょっとビールはぬるいか。よし、それではお疲れ様です。乾杯。あー、何もしてなくてもビールはうまい。いただきます。まずはこの背越しってやつからいただこうかなと思ったけど、わさび醤油がおすすめらしいので、普通のお刺身はね、ただのわさびをのっけるだけの方が僕は好きです。はい、お刺身いただきます。うん、美味しい。1日経ってても全然普通にお刺身で食べれます。むしろね、1日ぐらい寝かした方がね美味しいです。まあ、釣りたての粗いっていう、もう釣ってすぐもう氷詰めで、氷キンキンに冷えた氷水で締めるね調理方法があるんですが、それも美味しかったけど、1日寝かしたキスも美味しいですね。そしてね、全面は生姜とポン酢でもいいかもしれませんが、結構味に近いので、味的にはうん味的には全面の刺身、半身丸ごといただきます。うん、全面の刺身も美味しいですね。よくね、まあなんかキス狙ってたりすると結構釣れるんですけどね、ヌルヌルするしね、嫌がられることが多いんですが、煮付けにしてもすごく美味しいです。でこちらね、背越し、まあまず醤油、わさびなしでいこうか。あ、ここにわさびちょんと乗っけりゃいいか。これでいってみようかな。背越しっていうね、これ輪切りにしただけ。いただきます。うん、まあもろ骨もろ骨だけど全然噛める。あ、これは癖になるやつだ。うまいよこれ。骨がね、なんかシャリシャリする。あ、美味しい。お次はこちらのキス天を、ちょっと時間経っちゃったからな、しなしなになっちゃったから、炭酸水でやったんでね、ちょっとすごい弾けたような感じになってますね。いただきます。あ、このコストのサクサクだ。うん、うまっ。やっぱキス天だよね。塩振ってあります。うん、おいしい。あー、キス天最高だわ。あとはね、こちら骨せんべい、揚げてないのでヘルシーだよね。いただきます。うん、おいしい。結構ね、味もありますよ、骨の。全面の骨せんべいですね、こちら。上と下、背びれと腹びれは取ってあります。いただきます。
うん、食感が全然違う。すんげえパリパリ。あ、うまい。ちょっとね、青臭さっていうか、あの青魚臭みたいなのはね、あるけど、うん、美味しい。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。最高だったね。あんな手軽に釣ってね、こんだけ普通に晩酌が楽しめたら最高です。はい、ということでね、今回は手軽なタックルでキスのちょい投げ兆候でした。どうもご視聴ありがとうございました。